落ち着いてください。ご友人は責任を持って病院へ運びますから。これが落ち着いていられると思う？知らない人からひどい嫌味言われてるのよ。こっちは救急隊員の私たちにそれを言われましても。もしもし、警察ですか？先ほど救急先で救急車を蹴られる事態が起きまして、今すぐ来てくれませんか？あの人、鬼塚千尋よね。シラフでどんな行動を起こしてるのよ。19歳で歌手デビューし、その神秘的な歌声で瞬く間に脚光を浴びたシンガーソングライター鬼塚千尋。代表曲である月光は希代の名曲と化し、デビューからわずか2年と少しで日本ゴールドディスク大賞や日本武道館公演成功など、歌手として華々しい成功を収めている。しかしそんな彼女は2021年11月28日に現行犯逮捕されるというまさかの事件を起こしてしまっていた。鬼塚千尋さん、あなたをこうして器物損害容疑で逮捕しましたが、なぜあなたはそのようなことを？有名人のあなたなら事件を起こせば大きな注目を浴びることも分かっていたはずでしょう。通行人に嫌味を言われてパニックになったんですよ。ただでさえこっちは友人が運ばれるほどの事態になっていたんですから。もちろん自分が一番悪いということは分かっていますよ。でも私は私に嫌味を言ったあの男が許せません。まあ友達が大変な時にひどい嫌味を言われて怒るのは分かるけど、何も救急車にキックしなくてもいいのに。いろんなところから批判が来るでしょうに、なんで勢い任せにやっちゃったんだろう。勢い任せって言うけど、元から鬼塚千尋はそんなもんだぞ。え？気候が目立つっていうか、過去に彼氏にラーメンぶっかけたり、生きた金魚の目玉を食べたこともあるらしい。他にもいろいろあるぞ。それは2010年以降のことだった。多忙などによる休業や暴行事件に巻き込まれるなどの不幸に見舞われていた当時の鬼塚。そんな彼女が休業から復活して大きなステージに立った時、観客に走ったのは大きな動揺だった。こんな暑い中見に来るなんて、お前らはマゾだな。これがあの鬼塚千尋？え、何？今から儀式でも始まるの？鬼に疲れた？鬼塚だけに。その姿はまるで別人。眼光は鋭く、漆黒のシャドウやパンクすぎる服装、腕への文字の書き込みなどはまるで悪魔か鬼のごとし。月光での純白のようなイメージは微塵もなかった。世間の声の中には天使が悪魔に落ちたなどと揶揄されていますが、いえ、こちらが本性ですよ。実はデビュー当時のあの清楚な服装、本当に嫌だったんですよね。私が本当に好きなのは派手な服でしたから。そうだったんですね。とうとう気が狂ったんじゃねって思われるくらいのコーディネートが最高なんですよね。表現と思われた彼女はただその本性を表しただけ。しかしそうは言っても、彼女の気功とも呼べるその本性にファンたちはついていけなかった。何この規制パフォーマンス？わからねえよ、俺たちいつからヘビメタのライブに来たんだ。突然の規制に四つん這いからのタンバリンを叩きつける鬼塚。そんな姿を見せつけたことにより、薬でもやっているのではないかと疑いの声はたくさん上がるのだった。鬼塚千尋ワールドへようこそ。フェスにて先のような行動を起こした鬼塚千尋。ただそうは言ってもまだライブでのことだったため、ある種のパフォーマンスだとかつての姿を信じるファンはそれで納得しようとしたことだろう。しかしあれは紛れもなく彼女の本性であり、それはライブ以外でも発揮されていた。それではこのニコ生に登場していただきましょう。鬼塚千尋さんです。はーい、みんな逮捕しちゃうぞ。ニコニコ生放送包丁の上で歌ネッツにてレギュラーを持つことになった鬼塚が見せる妖艶すぎる姿。言葉を慎重に選ばなければ、今この動画が非公開になりそうなほどの振る舞いがそこにはあった。そして実際、あまりの自由奔放さにより3回目の放送で一部自主規制が入っている。ちょ、何が起きたんだよ、見せろって。ダメ、絶対に見せない。これ見せたら絶対にあなた興奮するから。だとしたらそれは殺傷すぎるって。
もはや完全に振り切っている鬼塚けれど、そこに違和感は微塵もなくなっていた。その後、やがて視聴者たちはそんな彼女に魅了されていき、ありのままの鬼塚千尋を好きになった根強いファンが誕生。己の道をひたすら走り続ける彼女を止められる者は誰もいなくなっていた。だからか、2012年、彼女はとんでもない事件を起こしてしまう。あー、和田アキ子殺して、なんとか新助も殺して。これはやばいでしょ、何考えてんの。殺害予告じゃん。おーおお、鬼塚さん、なんてことつぶやいてるんですか。早くこれ消してください。一般人であっても大きく取り沙汰されかねないこの発言。それを芸能人である鬼塚千尋が、歌手として大先輩の和田アキ子と芸能界の大先輩である新助へ殺意を醸し出すとは誰も予想だにしなかっただろう。冗談では済まず、鬼塚はこれにより大炎上した。この度は皆様にご迷惑をかける発言をして本当にすみません。和田アキ子さん、新助さん、本当にすみませんでした。深く反省します。あんな発言をした人とは思えない丁寧なコメントだな。鬼塚さん、本当に何もやってないのよね。天才、狂気、奇才などの唯一無二の評価を得ていた鬼塚だからこそというべきか、決して他者には真似できぬ奇行の数々。そして今回話題となった救急車蹴り事件だが、実は彼女、以前にマネージャーの車のフロントガラスを素足で蹴破るという異常すぎる事態を引き起こしていた。ふんふん。お、鬼塚さん、それ以上私の車を蹴らないでください。ディャー。フロントガラスを蹴破れる脚力があるなら、そりゃ救急車くらいへこませられるよね。実に不必要すぎる脚力だけどな、それ。鬼塚自身、暴れることについて自分でコントロールできないと語り、ファンや周囲の人たちも仰天行動に対して鬼塚らしいや悪気がないなどと甘く片付けている。止められる人も止める人もいない彼女の周り、救急車を蹴ること以上の大きな何かを起こさないことを祈るばかりだ。この度は私の不適切な行動により多くの皆様にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。人に迷惑かける気候はちょっとね、いただけないわ。救急車は安全を最重視するから、蹴られてへこんだまま走ることはできないんだって。だから大迷惑だったみたいよ。あら、博士金ちゃん、俺の車蹴らないでよ、壊れちゃうじゃん。一説によれば、鬼塚キックなんて前々から言われてて、鬼塚さんには破壊王の異名もあるらしいじゃない。いやいや、私の方が強いから。へへ、そんなこともあろうかと、車を板金防御加工してるのさ。あるー、板金がへこんでる。赤ずキックが最強です